スパルタ人は幼少期から厳しい環境を生き抜いてきたらしい。村長はそんな戦闘民族を接待するためトリトニア自慢の海の幸を振る舞うが、贅沢な料理はいらないと断られてしまう。代わりにスパルタ人は彼らの郷土料理メラスゾーモスをトリトニア人に振る舞ってきたが、これがとてつもなくまずい。アポロニアが飲まされそうになっているところをデメトリウスが助けるが、彼らを怒らせてしまい戦争になってしまう。村の威信とお金をかけて、今回は東京ポリスで見たパン食い競争で決着をつけることに。激戦の末デメトリウスは見事勝利。負けたスパルタ人は男に二言はないと約束通りスパルタの貨幣鉄の櫛を払うのだった。